ですね、皆さんよろしいでしょうか。準備の方は聞こえておられますか。初めてもよろしいですか。はい、幾分ですね、若干トイレに行ってらっしゃる方もおられるのですけれども、ここに戻ってないということで、その方は進めてまいりたいというふうに思います。たまにはこんなことも言うとかね。本日はですね、先ほども言っていただきましたように、1200名の方がこの会場、2階ですか、第2会場ですかね、の方にもたくさんの方がおられて、この部分、この雰囲気をですね、感じていらっしゃるそうなので、第2会場の方、聞こえてますか。返事は聞こえへんわね。ということで、ご一緒にね、第2会場の方も最後までご一緒に、その大会が終了するまでご参加ください。ロビーにもね、行く者の人数の方もおられるようですので、ご一緒に、この、集会終了までご参加いただきたいと思います。ここからはですね、先ほど東市長の方からいろいろお話を聞きましてですね、社会モデル、医療モデル、ね、医療モデルから社会モデルへ、いろいろ考え方が変えていかなければいけないんだ、ね、今の日本は随分遅れてるんだよということを、それを変えるために私たちの力がいるんだ、ね、国を変えるためにはみんなでまとまっていかなあかんねやということをしっかりと聞かせていただきました。そしてですね、ここからはですね、それぞれの、当事者、そして家族で支援をしていただいている方々の、指定発言ということでアピールをですね、していただこうということになっています。コーディネートをしていただくのはですね、大阪障害フォーラムの方の事務局長をしていただいております楠木俊夫さんの方にお願いをしまして、そして発言をしていただく方、私の方からまずご紹介をさせていただきます。一部記載間違いがございますので、ご紹介しながら訂正させていただきますので、ご容赦いただきたいというふうに思います。まず最初、兵庫県知的障害者、知的障害児者生活サポート協会理事長でいらっしゃいます松井都さん。はい、続きまして、障害者自立支援法違憲訴訟、ごめんなさいね、読むのが下手だね、訴訟団、元原告の、京都でいらっしゃいます、井上吉郎さんでいらっしゃいます。この井上さんの名前の方ですけども、吉郎様ってお書きするのが正しいので、表記がちょっと間違ってたかもしれません、ご容赦ください。訂正していただきますようにお願いいたします。その次は、権利条約の批准と完全実施を目指す、京都の実行委員会、矢吹文俊さんです。続きまして、兵庫から行っていただいたんですけれども、ひょっとしたらどっかで見たことあるなという方もおられるかもしれません。今日は木曜日ですから、明日ですか、やったかな、まあどっかテレビ見ていただくと出てくるかなラジオもね、出たりとかいうこともあると思いますけれども、ご存知の方は、ご存知でしょう。大久保健一さんです。で、続きまして、滋賀県難病、連絡協議会常務理事の、佃康さんですね。はい、以上、5名の方からの、発言をしていただきます。コーディネートを、していただきます。じゃあここからは楠木さんの方に、お渡しいたしますので、よろしくお願いをいたします。はい、皆さんどうもご苦労さんです。人の話聞くというのは結構疲れると思うんですが、適当に居眠りせずに
頑張って聞いてください。今日の集会の目的というのはやっぱり障害者に対する差別をなくしていく、そのためにどうしても差別禁止法というのは必要なんだということを当事者、障害を持つ当事者や家族や支援者の立場からきっちり実態を発言してもらうということで5人の方に発題してもらうとなっています。先ほど司会者の方から紹介いただきましたので、この5人の方1人7分というですね、非常に限られた時間の中ですが、この後デモしてですね、京都中を騒がせようと、我々障害者は怒ってるんだということをしっかり意思表示をすると、どんな政権になろうと我々障害者は黙ってないぞという意思表示をするために、寒いけれどもデモ行進をするという予定になってますので、できるだけ最後まで頑張って参加してもらう、もうそのためにも発言の時間をなんとか守っていただきたいということで、1人7分ということになってますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは早速指定発言、最初は兵庫県の方で、家族障害児者の生活サポート協会の理事長であります松井美和子さんからご発言をお願いしたいと思います。テーマは成年後見と選挙権の回復裁判を行っている、この辺の問題で、障害を持った人たちが選挙権をきちんと行使できてないという問題、あるいは成年後見制度の不十分性も含めて、いろいろ問題提起をいただきたいと思います。じゃあ松井さん、よろしくお願いいたします。失礼いたします。兵庫県から来ました、知的障害者の親です。息子は39歳になります。ここに列目に書かせていただいてますように、今成年後見制度を利用して後見類型になった人が選挙権を失って、ご本人たちが選挙に行きたいって言われていることに対して、私たち親として裁判を応援しております。順番にレジュメの通りに言わせていただきます。平成12年度に成年後見制度ができましたけれども、しばらくは多分勉強だけど利用されている方は少なかったとは思うんですが、支援制度が発足したときに施設利用、福祉の利用が契約制度になりましたことで、集団申し立て等をしてあまり認識しないままに、特にご本人は認識しないままに、成年後見制度を利用したことで、ほとんど集団申し立てのほとんどの方は後見類型になってしまわれています。その時に気がつかなかったことが後々に気がついたというお悲しい現実なんですけれども、それまで何の違和感もなく家族と一緒に選挙があるたびに投票所に行ってた人のところに、その人にだけハガキが来なくなります。そこで初めて重大だった人に気がついたという現実があります。どこにどう規定されているかというと、公職選挙法の、第11条1項に成年被公権人は選挙権を失うことが明記されています。一番最初に成年被公権人と書かれた、その後に犯罪を犯した人等のがこう連なっているんですね。彼らは何も悪いことはしていません。犯罪も犯してもないのに、そういう現実にさらされています。で、憲法でも、15条の3項で日本国民と生まれた人は20歳になると平等に全て選挙権が与えられると明記されています。で、私の息子は柔道ですけれども、まだ成年後見制度は利用していません。施設等の利用はなんとか保護者のハンコで行けてますので、でも今まで選挙に行ったことはありません。そういう人のところにもハガキは来ます。でも我が息子は選挙には文字も書けないので、すみません、親もちょっと勉強不足で連れて
選挙会場には連れて行ったことがないんですね。でも熱心な親御さんたちはそれまできちっとご本人の権利を行使されてたのに、家庭の事情とかいろんな損害賠償の問題等があって成年後見制度を利用した人のところにはハガキが来ないっていう現実があります。このことは大きな問題だというふうに思っております。と後見類型になる方たちは本当に財産管理ができないからの人がほとんどなんですね。で、我が息子も財産管理はできませんが、でもとりあえず平凡に生活していますので特に侵害される現状もなく過ごせてるから成年後見制度を利用しなくてもいけてるので、家族から経済的虐待を受けたり、ある方は交通事故に遭われてご本人でないとその時賠償請求できませんから、それで後見制度を利用したことで後見類型になるとは思わなかったけれども後見類型になってしまったという方がたくさん、そういう方が今裁判を起こされているんですけれども、そういう自分の不本意なままにそうなっているという現状がありますので、成年後見制度も考えないといけないところはあるとは思いますが、その前に公職選挙法を変えていただかないと、ここは本当に差別があるというふうに感じます。で、裁判では公職選挙法の改正を願って裁判を起こしているんですけれども、なかなか裁判の傍聴に行って頑張ってますが、のらりくらりでなかなか前進にはいたしません。で、現在全国で4名の方が、裁判を起こされておられまして、札幌の方と、東京関係で茨城と埼玉の方と京都の方が、裁判を起こされていますので、私たちは関西に住んでますので、成年後見制度選挙権を考える会っていうのを立ち上げまして、育成会を中心に立ち上げてるんですけれども、それに弁護団の方とかいろんな専門職の方が応援をいただいて、今もう7回目の裁判が今度3月の5日にあるんですけれども、最初はちっちゃい法廷でしたけれども京都の場合ですね、今は一番大きい80人入れる法廷を、私たち仲間で傍聴に集まりまして常に満席にして、せめてものアピールというかこれはおかしいということを訴える術として今応援をしております。全国の4人の方はそれぞれに後見類型になったご事情がおありで、本当にもう少し勉強してされたらよかったなという場面もあるんですけれども、それは周りがもう少し気をつけるべきことだったのだろうと思いますので、ぜひこれだけたくさんの方いらっしゃいますので、知的障害者も同じ人間です。選挙行って投票する能力をおありの方はたくさんいらっしゃいます。どうぞご一緒に応援をしていただければ嬉しいなと思います。それと公職選挙法の改正を必ず実現したいと思いますので、国の方は本当に固いです。憲法学者はこれは間違ってるって言って違憲だと言ってくださいますが、国の方がどう動くかで裁判の行方も変わってくると思いますので、さっき先生がもっと国会議員にっていうのをおっしゃっていただいてましたけど、本当に地元で国会議員さんに学ぶ行ってここもアピールしないといけないなというふうには思っております。すいません、こういう場に初めて参加させていただきましたので十分お伝えできなかったかもしれませんが、成年後見制度も冬もあると思いますけども、公職選挙法の改正をぜひ応援いただきたいと思います。ありがとうございました。松井さん、どうもありがとうございました。私たち視覚障害とですね、少し前まで点字の投票が非常にしにくい状況にありました。で、私も点字投票したいというと点字を打つ道具がないから代理で投票してくださいというようなことを言われたりですね、非常に制約があって、それを、やっと一応点字機も用意されて点字投票ができるようになってきた状況なんです。しかしまだまだ在宅投票の制限があったり、それからこの成年後見制度ができたときに
厚生労働省ね、判断能力のない人たちというふうに規定して、そういう人たちのためにこの貢献制度があるんだと言ってました。で、私たちは判断能力がないなんて決めつけるのはおかしいじゃないか、判断能力は不十分だというのは確かにあったとしても、判断能力がないと決めつけるのは絶対おかしい、それこそが差別だということを言いました。ですからこうそういうことを理由にして選挙をする権利を奪うというのは、これ明らかに憲法違反だと思いますし、ぜひとも私たちも障害者全体の課題、差別を許さないという立場から応援をしていく必要があるというふうに思いました。ぜひどうも頑張ってください。次の発言者です。この障害者自立支援法というのがあってですね、これがいろいろ問題があった、特に恩恵負担という形で障害ほとんど所得がない人からも負担を取るというようなですね、いろいろ問題があったということで、これを裁判に訴えて訴訟団というのができました。で、その訴訟団がですね、一応この法新しい政権ができたときに、なんていう大臣だったかな、名前も忘れましたけども、厚労大臣との間でですね、この和解っていうのをしたわけですね。しかしそれが今ないがしろにされつつあるという危機感があると思います。その辺で訴訟団の仲間から、元原告団の京都の井上吉郎さんからご報告を受けたいと思います。お願いします。お手元に資料がありますので、それを見ながら聞いてください。権利条約基本合意国家不定義を生かして障害者法を京都で9人、全国14地裁71人の障害者自立支援法違憲訴訟の原告だった井上吉郎です。1月7日は障害者自立支援法違憲訴訟団と国が結んだ基本合意から3年目にあたり、東京の議員会館で基本合意締結3年、これからの戦い 1.7 周回が750人の参加で開かれました。安倍内閣がスタートして社会保障分野では最初の集会です。国の内外の情勢を見るとき、基本合意の重要性が浮き彫りになった集会でもありました。基本合意では国厚生労働省は速やかに応援給付と自立負担制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し、新たな総合的な福祉方法制を実施するとなっています。4月に施行される障害者総合支援法は、難病を障害と認定するなど書いておりましたが、負担問題が残っているなど問題点を抱えており、障害者自立支援法を廃止し、新たな総合的な福祉法制を実施する法律とはなっていません。2011年8月に障害者総合福祉法の国家不定義が示されました。この提言をした時期に総合支援を見た時、ほとんど提言内容が反映されていないなどの弱点を持っています。利用者負担が残っている不割れ方式に手がつけられないなど、自虐した負担、障害事項責任論を超えたとは書いてはいません。新法では不十分です。国家不定義に従った障害者総合支援がどうしても必要です。12月4日アメリカ上院は国連の障害者権利条約審を賛成者が出席者の3分の2になるので否決するという
暴挙を引き起こしました。抗議します。反対した共和党議員は反米の傾向を持つ国際組織、ちなみに国連のことですが、反米の傾向を持つ、偏見を持つ国際組織が米社会に介入することは支持しないといった新聞は伝えています。世界の流れに逆らう態度は許せません。我が国とは批准するために差別禁止司法が求められてしまいます。内容は障害者政策委員会の差別禁止部会が提言しますが、日本社会を前に進むことになるかどうか僕は悲観的です。権利が嫌いな人が中心になっている政権です。 NDA 法を持っているアメリカでの非常に決する状況ですから油断禁物です。差別禁止法実践の運動を広げようとはありませんか。虚無合意は障害者運動が実現した歴史的で画期的な文書です。推進会議の議論の基礎となり、国連の障害者権利条約とともに国提言に結びつきました。障害者権利条約の役割を果たします。障害者権利条約基本合意国府提言の3つの文書は、障害者福祉と福祉を考えるときの北極性の役割を果たします。政権がどうなろうとも僕らはこれを握って話しません。もしも破れることがあるとすれば最低ともしてないっていうのが なんかの集会の結論でありました。基本合意は今後の障害者政策の基本が社会の対等な一員として愛してプラスにあることを明らかにしています。排除することのない社会を作り上げるために力を合わせましょう。以上ですが、今日命の権利は譲れないという目標を持ってきています。佐藤久夫さん、藤原聖子さん、三重柴津さんが書いています。京都では日本実生活センター南洋連共産連の代表などが書いている。さあ、順に言うと自己宣伝になりますが、いい本ですね、これは。特価で600円ですので、100冊だけ持ってきましたので、ぜひ今日のお話も裏打ちにするためにも買ってください。以上です。はい、井上さんどうもありがとうございました。先ほどの東さんのお話にもありましたけども、現在できている総合支援法は非常に不十分な法律です。3年を見直しということになってますけども、この見直しも黙って待っていては非常に制定もおぼつかない、見直しの内容もおぼつかないと思います。骨格提言という形で議論されてきた、まとめ上げられたものをぜひこの総合支援法の中に完全に実現させるためにも、この原告訴訟団の戦いに連帯をし支援をしていきたいと思います。続いて3番目は、この権利条約の批准と完全実証を目指す運動で各地で条例作り、差別禁止条例あるいはそれに類似する条例を作っています。そういう取り組みをしています。今千葉県ですでにできています。で、北海道とかいくつかの県でも、で埼玉県でもこの前作られました。で、今京都でもこの条例作りの運動を進めています。で、京都の実行委員会の矢吹文俊さんからご報告をお願いします。はい、ちょっと長い名前なのですが、障害者権利条約の批准と完全実施を目指す京都実行委員会の事務局であります
矢吹と申します。よろしくお願いします。この長い長い名前のですね、発足は約4年ぐらい前に、今司会コーディネーターをされている大阪のいわゆる ODFL のところからも若干刺激を受けまして、京都でも何かその条例作りに向けた、あるいは権利条約に向けた活動をしなければならないなと思いつつ、私たちの何人かが発起人として呼びかけ人として、京都の京都市内にある京都府内にあるいろんな団体を全部事務所訪問いたしまして、ぜひこういう団体を作って、権利条約の批准を目指す、そしてまた京都府に、差別禁止に見合うような条例作りを しませんかということを呼びかけて、幸いにも各団体から賛同を得て、で先ほど東さんの講演の中にもありましたけれども、今まで障害者別の縦割り団体、お互いにお互いの団体のことはあまり知らない、それよりも何よりも自分の障害のことを健常者社会には我々のことを理解せんって言って訴えるんだけども、振り返ってみると隣に座っている赤村の方のことがよくわからない、近日の方のことがよくわからない、まして難病、知的、精神、いろんな障害者のことを自分自身が全く分かってないんじゃないかというような反省をもとにですね、この実行委員会を結成してから、みんなで、お互いの障害について、学習し合おうということを定例会で始めました。その前にですね、この実行委員会の構成団体は今だいたい42団体で、今増えたり少しずつこう増えつつあるわけですけれども、その団体の実行委員長として京都の竹下義樹弁護士さんが実行委員長になってくださってます。竹下さんは国の制度改革推進会議の委員でもある方ですけれども、精力的にいろいろ全国的に駆け回っている方ですけれども、私たちの実行委員会の代表として、活動してもらっています。じゃあその会としてですね、今そういうお互いの障害の理解、お互いに知り合うということから始めて、じゃあどんな活動をしているのかというようなことをお互いに、知り合うということに始めました。で権利条約を批准するには国内法の改正というか整備、国内法の整備が望ましいんだということを前提に、それでは京都府にもそれに見合う条例を作ってもらうための要望をしようということで、京都府の知事さんと京都市の市長さんに、この条例を作るべしというような要望書を渡しました。その要望を受けてかどうかは定かではありませんけれども、京都の山田知事さんがですね、今全国の知事会の会長をしているということもあってかなくてか分かりませんが、京都にもその条例を作るんだということで、京都府のいわゆる部長さんとか課長さんたちに指示が出て、京都府をノーバライゼーションの京都府にするんだというようなことを明言されたと、マニフェストに載せたというようなことがありました。でその経過の中で、ことは進んでるんですけれども、実はですね、去年の3月に第1回のこの条例を作るための検討部会というのが発足しました。でその上で、さまざまなテーマに沿って、ずっとこう検討会議というのをペースを上げて、今毎月1回、もしくは2回のペースで今いろんな会議が行われています。
最初この京都府が検討会議を開催するという時の構成メンバーに、知的障害の方、精神障害の方、当事者の方がメンバーとして入っていなかったということに対しても猛烈に抗議をして、当事者の方にも入っていただくというようなことも行われましたが、なかなかその辺の行政的な壁というのはたった一人の委員を増やすためでも相当のエネルギーがいるというようなことが、大きな問題なのかなというふうに思っています。でその検討会議の中で今お話になりました、もうすでに千葉県、熊本県、岩手県、北海道、さいたま市、八王子市、いろんなところでそのもう条例ができているというようなことがありますが、それではこの京都府の条例はその条例に足りないもの、あるいは抜け落ちているもの、あるいは見習うべきもの、その辺の整理をどうするんだというような議論を含めて今やっているところですが、京都で多分今私たちの中で新たに、他の県ではまだ手をつけられていない問題として女性のいわゆる不毛差別の問題をぜひこの条例の中に組み込んでもらおうということを今積極的に、働きかけているところです。あともう一つはハラスメントの問題、いわゆるパワハラとかですね、セクハラとかいろんな、ハラスメントがあるわけですけども、個人的にはここで一つ親父ギャグでも言いたいところなんですけども、ちょっと今日はその余裕がありませんので言いませんが、そういうことを入れると、あるいはその、第三者機関というものを設けて、罰則規定ということだけ、そのことはちょっと置いといたとしてもですね、第三者機関にかなりの権限を与えて、で必ずそのトラブルが起きた、揉め事が起きた当事者同士をちゃんと一つのテーブルについて、そこで仲裁的な話し合いをできるような機関を設けようというようなことを今お話ししているところです。あともう一つは、必ずそのこの条例が3年後5年後になったら見直しをするべきだと、この条例で良かったのかどうかということをずっとこう検討しながらやるべきだというようなことを今要望しているところです。それで、ちょっと時間もあるので、厳しいところですけれども、私たちが先ほど東さんがおっしゃるように、やっぱり日本の福祉がなぜこんなに障害者がかわいそうだから何かやってあげようというようなことにずっとなってしまったか、その辺の反省も含めてですね、私たちがやっぱり作らなければ物事の本当の福祉というのはできていかないんだと、嫌なことをただ嫌なことだ嫌だ嫌だって言うだけではなかなか差別はなくならない、その事例を差別事例をいっぱいいっぱい集めてはみたんですが、これが本当に差別なのか差別でないのか、あるいはどうすればいいのか悪いのかっていうようなことを整理しながらですね、私たちが本当にこの世の中から差別をなくすにはどんな条例が必要なのかっていうようなことを今皆さんで勉強しているところですし、それを要望していくという段階です。しかし、そうものんびりした話ではなくてですね、京都府の方はもう今年の3月ぐらいまでにはもう中間のまとめ案を作り上げて、来年度の議会、6月議会には京都府の議会にあげようというような工程表で、進められているということの中で、私たちの作業は今突貫工事で、1ヶ月にも何回も、検討部会、検討会議の別枠で私たちが自分たちの力でやっている検討部会を突貫工事で今開いているところです。その中身作りについてもぜひ皆さん、ここの京都にいる方、
あるいはもう全関西の力を持ってですね、いろんな意見をいただければますますいいのかなというふうに思っていて、少なくとも私たちがこの42団体が一致団結した形で一つのものを要望できるようにしていきたいなというふうに思って今いるところです。またご支援ご協力よろしくお願いしたいと思います。菅さんです。はい、矢吹さんどうもありがとうございました。今差し迫った問題で言いますと、生活保護への締め付けというのが出されてますよね。この、障害を持っている人たちの中で生活保護を利用している人たくさんいます。で、実際は何も生活保護というのはですね、障害者の生活保障、本当は生活保障として位置づけられるべきなのに、恩恵的に与えてやってるんだ。実際働きたくても障害者は働けない。仕事について障害者ってのは本当に数十万しかいないという状況だからね、この不正受給の問題なんてことが言われて、実際不正受給してる人たちっていうのはほんの 0.何%なんですね。それなのに障害者を締め付けの対象にされようとしている。この辺なんかも非常に重要な差別の問題ですし、条例でもこういう問題をきっちり取り上げていくような取り組みが必要なんじゃないかというふうに思います。次に、交通アクセスの問題ですね。障害者が交通機関を安心して安全に利用できる、そういう活動を続けている。特に飛行機への利用、飛行機の利用問題で差別をなくすために戦っている兵庫の大久保さんから問題ご報告をお願いしたいと。大久保健一さんお願いします。はい、兵庫県に金宮から来た大久保と言います。今日は先輩ガタガタ前で一番ペレペレなので気を引くしたいから言いますが、飛行機の最近から思ったこと言います。今から1年前で去年の1月でLCC と言って格安航空会社が日本にも生まれまして、関西空港から例えば札幌や福岡や沖縄に行くんでも5000円とか6000円とかで非常に安く行ける飛行機会社が昨年最初は誕生しまして、その一社の PJ という航空会社で去年の4月に乗ろうとしたら全力のバイトの大きさだと乗れないということを言われて、うちの飛行機会社は寸法が50センチ以内の車椅子しか乗れないよって言われて、そんなもう小ぶちゃんみたいな小さい車椅子があんまり呼び出る大きいですけども、あんまりなんて伝統だったらば、
バス乗れないっていうことになってしまいまして、その後会社側と一ヶ月くらい話し合いをして、乗る車椅子を乗せる貨物室を変えることで普通の飛行機会社と同じように150センチ四方の車椅子ならば乗ることができまして、変わりまして、今では、ほぼに行くんでも、その安い航空会社で行けたりするようになりました。ある時は韓国から沖縄まで片道公園で行けたりしました。そのくらい安いのがありました。そんな中で航空会社がそもそも僕ら地方会社を乗せようと手伝いするか想定してないままで飛行機を始めようとしたから、一番の問題で、今回も国土交通省とかに言っても、結局は会社の責任で乗せるか乗せないかの判断になるということなので、他にも電気バスとかもそうですが、僕らはあくまで会社側の都合で余裕があれば乗せましょうという現状がありますので、食べて禁止法を作って訴える手段を作っとかないと、これからも新しい航空会社が増えていくと思うので、法律できちっと決めておかなきゃなんないから、食べて禁止法は絶対に必要だと思います。それと同時に、僕らがどんどん乗っていかないと航空会社も分かっていかないので、皆さんもぜひ安い航空会社できたんで、どんどん乗っていって変えていきましょう。以上で終わります。ありがとうございました。はい、大久保さん、ありがとうございました。障害を持ってですね、まあ、金のたくさんある障害者もいますけど、大体はあまり金のない懐の寒い障害者が多いわけで、それなのに安い航空券、飛行機に乗れない、これもまさに障害を理由とした差別になるということで、差別禁止法はどうしても必要だということで具体的な運動をしているということです。最後に
この今回のですね、今総合支援法でやっと一応障害の範囲対象としてなってますけども、非常に不十分な状態に置かれている難病の会の方から、滋賀県の難病連絡会の常務理事の佃康史さんから、難病の人たちの置かれている実情についてご報告をお願いしたいと思います。難病、それから、内部障害者長期慢性疾患を代表して、滋賀県 難病連、それから全国心臓病の子ども守る会滋賀県支部の私佃が、発言させていただきます。本日はこのような場所で特別発言をさせていただく機会を与えてくださったことに感謝します。資料の28ページですねに、原稿の方の出てます。若干表記のところと変えますけれども、そのままの発言をさせていただきたいと思います。昨年もこの場所で、発言させていただきましたが、参加されなかったこと方もおられると思いますので、自己紹介を兼ねて発言に変えさせていただきます。難病患者の生活の一端を知っていただければと、幸いに思います。私は先天性生まれつきの心臓病です。それゆえ小さい頃から運動はできず、少し走ったり坂や階段を登ったりしてはハーハーと息を切らしておりました。中学の頃からいじめに遭ってきました。小学校では今考えれば顔色が悪かったせいだと思うんですけども、そんな風に見えたのでしょう。宇宙人と呼ばれ、校庭に放置してあった多分給食用と思われる大きな鍋を刺して、お前それに乗ってきたんやろなんていうことを言われたりしました。また靴や腕箱など隠されることも途中ありましたし、ロッカーに、理科の解剖で使った船がミイラになって入っていたこともありました。中学になってからは、入学当初ですけれども、お前病気かっていきなり言われたり、トイレで用を足しているところを後ろから押されたり、掃除をしているところを後ろから水をかけられたり、そんなことをしました。それから小学校の頃は半理、距離差ですねをつけるなどして運動会に普通に参加させていただいたんですが、中学の体育祭で徒競走を走ったら、いきなり校長先生と寮の先生に頭ごなしに怒られました。修学旅行は主治医の先生、それから、学校医の先生までに、行ってもいいよという許可書をもらってきたにもかかわらず、保護者の同伴がないということで参加させてもらえませんでした。成人になってからでも、自分が希望する就職が難しかったです。特にフルタイム8時間働くことは難しくなってきました。なんとか就職しても周りや上司に病気に対する理解が得にくく、離職を繰り返してきました。病気による状況の変化は著しく、昨日やつい先までできたことができなくなったりしてしまいます。また調子が良かったり回復すると昨日できなかったことが今日できたりなんていうこともあります。すみません、申し訳ないです。あと2分ほどで、はい、デモの時間、出発時間があります。仕方なく予防線を張って多少無理すればできることもできませんと言ってしまうようになります。これは職場の上司に限った話ではなく、例えばハローワークに出向いて障害者、雇用専門の職員に、今後のことについて私の体調が安定しないことを相談しに行った時に返ってきた言葉は、体調の変化は季節とか一定の感覚の周期とかあるんですかと平気で聞かれるんです。
そんなものあれば何の苦労もしません。頑張りすぎたり無理をしすぎたり、疲れがたまれば調子が悪くなるのです。そしてその回復にどれくらい時間が必要なのかも自分ではわからないのです。そういったことがなかなか分かってもらえません。また私は、身体障害者手帳をもらっているので障害者雇用枠での就職も可能ですが、手帳がもらえない難病患者、長期慢性疾患の方は多く、障害者雇用の枠にもはまらず、障害者雇用合同面接会に参加することもできない、一般雇用でしか探せないという状況があります。しかしそのために無理をして働くことになり、そのため私のように就職と移植を繰り返す仲間は少なくないのです。そのような状況で生活していくことは困難でできません。お金がなくて病院へかかることもできません。だから収入を得るために病気のことをごまかして就労し、体を壊しては退職するという繰り返しをする仲間は少なくありません。こうした生活を余儀なくされている難病患者は5000から7000種類あると厚労省は言っています。生きづらさはそれぞれ違いますが、一日も早く療養にあった暮らしがしたいです。そのためにも骨格提言の内容を反映した障害者総合福祉法の実現と障害者差別禁止法の制定を強く望みます。皆さんともにその実現に向けて頑張ります。はい、どうもありがとうございました。障害生活上のいろんな困難があるにもかかわらず、この障害者手帳がないということで今まで排除されてきた、また今はなおきちんと位置づけられない、そういう状態にある難病患者の立場から報告がありました。以上で5人の方から障害者が置かれている厳しい被差別の実態を報告していただきました。これはほんの差別の一側面です。まだまだたくさんの障害者に対する差別や偏見が残っています。これをなくすためにも障害差別禁止法の制定をたぜひとも実現していかなければならないということを再確認したいと思います。それでは全体司会の出雲さんの方へマイクをお返しします。はい、どうもありがとうございました。それではですね、ちょっと時間の方が押しておりますので、ここから先続いて、私ではなく変わって、紹介していただきます。よろしくお願いします。はい、今日本当に予想をはるかに超える1200人の、皆さんにお集まりいただいて、おりまして、この集会のですね、決議ということで、集会決議文を大阪、自立生活夢中センター代表の平下幸三さんから提起していただこうと思います。よろしくお願いします。はい、どうも皆さんお疲れ様です。それではプログラムの資料のところですね、ちょっと3回ぐらい噛むかもしれませんけども、聞いてください。よろしくお願いします。障害者総合福祉法骨格提言の完全実現と障害者差別禁止法の制定を求める全関西集会決議、障害者権利条約批准のための国内法整備については2010年初めに立ち上げられた障害者制度改革推進会議の第1次意見において3つの法的な横断的課題が提起されました。1つは障害者施策の基本となる障害者基本法の改正、2つ目は自立支援法に代わる障害者総合福祉法の制定、3つ目は障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定です。障害者制度改革推進会議の第2次意見に基づいて2011年8月に
障害者基本法の改正が行われました。これは可能な限りという制限的な文言が入るなどの問題を含めながらも、障害の捉え方や障害者の範囲、地域社会における共生を目指すなど大きな前進がありました。そして2010年4月には障害者自立支援法に代わる新たな法律について検討を行うべく総合福祉部会が設置され、権利条約と自立支援法、意見訴訟団と厚生労働省との和解合意を導きの意図として、55人もの委員による精力的な論議を経て、2011年8月障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言がまとめられました。しかし昨年2012年6月に国会を通過した法律は、障害者総合支援法と名前が変わり、相続にあたる目的や基本理念については一定の前進が図られましたが、各論の具体的施策については骨格提言のほんの一部しか盛り込まれず、骨格提言で提起された多くの課題については残念ながら2016年度をめどに今後検討するという形になりました。骨格提言の完全実現を求める日本障害フォーラムをはじめとする多くの障害者団体にとって、このままでは到底納得しがたいものと言わざるを得ません。地域社会での生活のための基盤はまだまだ不足しており、早急に骨格提言の完全実現も図るべきです。そして障害者権利条約の批准に必要な国内法の整備の重要な一環として位置づけられている障害者差別禁止法については、障害者制度改革推進会議、そしてそれを継承する障害者政策委員会のもとに位置づけられた障害者差別禁止部会から2012年9月に障害を理由とする差別の禁止に関する法制についての差別禁止部会の意見が出されました。しかしこの差別禁止のための法制案に関しては、新たな政権の下で差別禁止部会意見を正しく反映するのかどうか、関連省庁との合意をどこまで獲得できるのか、そして国会審議での成立が可能かどうかさえ危惧されています。障害者差別は厳然と存在します。共生社会を実現していくためには、差別をなくすための法律と差別を解消していくための仕組みと実践が不可欠です。本日の集会に結集した障害者家族および支援者は、障害者総合支援法に対する骨格提言の完全実施および障害者差別禁止法の法制化を日本政府に強く求めるとともに、国内の早急な法整備と合わせた障害者権利条約の批准、そして地域生活のための障害者施策の充実を強く求めます。2013年1月10日全関西集会参加者一同、ありがとうございます。今皆さんの大きな拍手でこの、集会決議を採択、できました。ありがとうございます。それでは最後にですね、閉会の、挨拶に、移っていきたいと思います。閉会の挨拶を、障害者、権利条約の、完全実施と、障害者権利条約の批准と完全実施を求める京都、実行委員会の、矢吹さんからお願いしたいと思います。はい、この場をお借りして、
閉会の挨拶をしていきたいと思いますが、実はですね、ちょっとあの事情がありまして、私たち実行委員会のほとんど主だったメンバー、あの副会長とかですね、主だったメンバーの方は今日京都市の施策推進協議会という会がございまして、その会の方に出払っておりまして、10人近くの私たち実行委員会の主なメンバーが来られません。大変の残念で、皆様のところで本当は、ね、一緒にやるべき人たちだったんですけれども、代わりにお前が閉会宣言をやるということでしたので、この席を借りたままお話ししたいと思います。本当に今日寒い中京都まで足を運んでいただき、ありがとうございました。これからのデモについてもですね、整然と行っていただきたいなと思いつつ、去年のコースがあまりにも長かったということもあり、また寒かったということもあり、京都でお土産も買えなかったと、あるいは食事もできなかったというようなご不満も一部お礼を受けたまわっておりまして、今回はそのコースも少し短くして、京都駅前のど真ん中で流れ解散をするという大胆な方法を取りました。警察の方もちょっと首をひねってましたけども、まあ、その辺は皆さんの良識ある行動で、京都駅を決して選挙などしないようにお願いしたいというふうに思います。先ほどの嵐田さん実行委員長の方からは、やっぱり京都いいな、毎年ここでやろうかというすごく無茶なことをお話ししているご意見もありました。まあ、今後どうなるか分かりませんけれども、真冬の京都をぜひ楽しんでいただきながら、この1200人の皆さんの参加を心からお礼を申し上げながら閉会としたいと思います。ありがとうございました。矢吹さん、ありがとうございました。それでは私たちの、集会はですね、ここで終了となりますけれども、私たちの思いをですね、デモという形で、表していきたいというふうに、思っておりますので、最後まで多くの方のご参加を、お願いしたいというふうに思います。それでは、デモのですね、説明を、していただきます。細井さん、お願いします。